最初のお題はこちらにしましょう。こんな AI は嫌だ。どんな AI？ AI にそれ聞く。これで今日の流れみたいの分かりそうじゃない？ AI これがどんなレベルで来るのか。ね、大喜利苦手です。逃げのコメント入れながら回答出そう。こよりは大喜利が苦手です。それではこよりの回答いきましょう。それでは回答に困った時に、おならぷーと言ってくる。それでは、AI こよりの回答を出したいと思います。こちら。こんな AI は嫌だ。どんな AI？ 実は、こんな AI は嫌だと思います。それは、謎解き苦手 AI です。面白く答えろって言ったんだけど、めっちゃ真面目な回答来たな。アンケート開始しましたので、よろしくお願いいたしまーす。いや、これもしかして勝てるのでは？ドローやめろ、ドロー。引き分けを用意して、なんで？なんで？さすがにこれには勝ってるやろ。で、今回の結果いきましょう。てん！AI こより 56%、こより 43%。なんで？ほら、これに負けんの？お題。こんな VTuber は嫌だ。どんな VTuber？ ちょっとブラックかもしれません。いきます。毎日親族が死ぬ。ブラックジョークですね。それでは、AI クリの、答え言ってみましょう。こちら。こんな VTuber は嫌だ。VTuber？ どんな VTuber？ それは、寝落ち VTuber です。アンケート終了します。もう、カッといくからね。AI こより 86%、こより 14% ということで、続いてのお題は、こちら。こよちゃんがうっかり人類を滅ぼしてしまったよ。どうやった？それでは、こよりの回答を、出したいと思います。こよりの回答は、ただ、しただけ。これ理解してもらえるかな？キュンジにしてしまったとね。いうことですね。それでは、AI コーディの回答を見ていこうと思います。こよちゃんがうっかり人類を滅ぼしてしまったよ。どうやった？うっかりといえばこよちゃんがパワプロの試合で途中退場してしまい、人類の代表を務めることができなくなってしまったんです。どういうこと？結果として、相手チームの勝利につながり、人類が滅ぼされてしまったという皮肉な展開になってしまったかもしれませんね。皮肉なんだこれ。こよちゃんが、皆さんと楽しく遊んでいる姿を思い浮かべると、そんなことは起きないと信じますよ。ちょっと、ちょっとよくわかんない。それでアンケート終了。AI こより 64%、こより 35% ということで、AI こよりの勝利。ねえ、これもうこよりの回答いる？また負けたこよ。それでは次のお題に行きましょう。次のお題はこちら。こんな24時間配信は嫌だ。どんな24時間配信？こよりの回答を書きたい、出したいと思います。トイレに24時間 PC 置いてみた。次は AI コーリの回答いきたいと思います。こちら。こんな24時間配信。はい、やだ。どんな24時間配信。それは、寝落ち24時間配信。すぐ、もしかしたらさ、AI にとっては寝るということが笑いだと思い込んでる可能性がある。アンケート終了。 AI こより 66%、 こより 33% ということで、はい、AI こよりの勝ちです。でこれさ、みんなどうしてるの？ AI こよりに入れればいいと思ってるとこないかな。そしては次のお題いきたいと思います。白衣こよりが突然7日間休みを取った。休んだ！とんでもない理由とは？こよりの回答を出したいと思います。サバンナで、カバに負けたわ！それでは、AI こよりの回答行ってみましょう。AI こよりはこちら！白衣こよりが、突然7日休みを取った、休んだとんでもない理由とは？実は、白衣こよりが7日休みを取った理由は、宇宙旅行、なんです。これはちょっと普通すぎない？それではアンケートを終了したいと思います。こちら！お！ついに！こより 51%、AI こより 48% ということで、やったー！一勝したー！
めっちゃギリ。え、これでギリなの？みんな AI 小指にめちゃくちゃ甘いでしょ。甘すぎるやろがって。それでは、お題次の行きたいと思います。西暦5454年5月4日、ホロライブ1154期生がデビュー。どんな VTuber？ 小指の回答を言いたいと思います。コンサンソー。酸素系 VTuber 必要不可欠だよ。 AI コリの回答を見ていきましょう。西暦5454年5月4日にデビューしたホロライブ1154期生の VTuber とは、VTuber？ なんと宇宙人 VTuber。 また宇宙かよ。こより 61%、 AI コリで 38% ということで、おお、いいぞ、盛り返してきてる。この回答に勝ったところで、なんか、あんまり喜びを感じないんですけれども。次のお題はこちら。株式会社コヨリールの求人募集、応募者0人でした。何が原因？コヨリの回答いきましょう。全国民がすでにコヨリールの社員。はい、それでは続いて AI コリの回答を見ていきましょう。株式会社コヨリールの求人募集で応募者0人でした。何が原因？それは応募条件が宇宙人限定だったからかもしれません。お前宇宙から離れろ。株式会社コヨリールは宇宙人に特化した企業で、宇宙人のためのサービスや商品を提供しているんです。ピクミンだから普通の人間ではなく、宇宙人しか応募できないという条件だったため、普通の人々は応募しなかったのかもしれませんね。当たっちゃった感があるな。確かに、みたいな。なんか納得感みたいなのを出されてしまいましたね。AI クリ 61%、小より 38% ということで、うわーい、宇宙3個目だぞ。なんで？それでは。次のお題行きましょう。公募により決定した白衣こよりの新愛称は、それではこよりの回答はこちらです。まあ、今の愛称はホロライブの頭脳だよね。はい。これ以外の愛称、こちら。ド M ゲーマー発狂ピンク。なんか自虐みたいになったの。それでは、こよりの答えを行きましょう。公募により決定した白衣こよりの新しい二つ名は、それは、頭ピンクこよーて、です。新しくねえわ！たくさんの応募の中から選ばれた二つ名で、白衣こよりの知識と頭脳の輝きを表現しています。こより 52%、AI こより 47%、まあ、すでにある単語を出した AI こりに対しても 52% でしか勝てないのか、こよりは。なんか辛くなってきた。何よこの配信、辛い。電話がかかってきました。出てみると、もしもし、俺だけどと言ってきた。なんと返す。小百合の回答はこちら。あれ、続いて AI 小百合の回答いきましょう。プルルル、電話がかかってきました。出てみると、もしもし、俺だけど、と言ってきた。なんと返す。こより、僕、もしもし、お元気そうですね。俺さん、どんなことでお困りでしょうか。僕はいつも、助手くんたちのお手伝いをしているから、何かお力になれることがあれば教えてください。親切か。笑顔でお待ちしていますよ。よし、それでは、アンケート終了します。こより 70%、 こより 29% ということで、お題、見事トレンド1位、ハッシュタグは。ではこよりの回答いきましょう。世界の中心で脱いでみた。では、 AI こよりの、回答いってみようと思います。こちら、見事トレンド1位、ハッシュタグは、それはこよりのなせばなるんというハッシュタグです。AI くより 65%、 小より 34%。 ねえ、もうこれさ、どっちもどっちだった時は AI くよりを肯定、全肯定すればいいと思っとるやろ。引き分けがないよ。引き分けなんて入れたら大体みんな引き分けに入れてめんどくさいことになるんだから。はい、お題、史上最もくだらない発明、どんな発明？小よりの回答はこちら。大喜利で面白い回答を考えてくれる。それでは AI 小百合の回答を見ていきましょう。
史上最もくだらない発明。どんな発明？それは、自動角装置。どういうこと？です。角？普段は、使わない角が頭に生えてくることで、何の役にも立たないけれど、ちょっと笑いを提供してくれるという発明です。それでは、アンケートを行きましょう。次を最後の問題にしたいと思います。今回は、AI が超えて 81%、小指 18% ということで。では、ちょっと待ってね。お題、こちら。今日は女子くんとの特別なデート。それなのに、大切なあれを家に忘れてきちゃった？大切なあれとは何？な、こよりの回答。今日は女子くんとの特別なデート。それなのに、大切なあれを家に忘れてきちゃった。大切なあれとは何？角！え。こういうことやろ？こういうことやろがい。それでは AI やこよりの回答行きましょう。AI やこよりは、こちら！今日は、女子くんとの特別なデート。それなのに、大切なあれ。お家に忘れてきちゃった。大切な、あれ、とは何？それは、笑顔のポーズマニュアルブック。何だそれ？それでは、アンケートを終了します。なんでや！ AI 小百合 72%、小百合 27% ということで、AI 小百合の勝利でーす！原因はストレスもあるんですけど、ストレスがかかった可能性がある。そう、ウマーで負けたやつな気がする。